ティーダ楽譜担当のヨッシーです。今回は2019年人気楽曲セレクションアンサンブル編をお届けします。今年もですね、アンサンブル編はランキング形式ではなく編成楽器別にお届けしたいと思います。はい、ではまずフルート30奏、藤原ひろあき作曲、雨粒たちの踊り。跳ねるような旋律が魅力的な作品です。さあどんどんいきます。フルート80奏、竹藤聡作曲、水彩望遠鏡から。こちら今年の新譜でして、出版時期はまだ未定なんですけれども、木管80奏版でも出版予定でご準備しております。お楽しみに。続きまして、ダブルリード30奏、岩村優太作曲、ふるさとの空。秋空、冬空、春空の3部からなり、それぞれの季節の空の様子を表した作品です。続きまして、ダブルリード40奏、岩村優太作曲、風のある情景。岩村さん、ダブルリードでは大人気です。この作品、サクソフォン40奏とクライネット40奏でも取り扱いしておりまして、風緑、銀杏並木、木枯らしという3部からなる作品です。続きまして、クラリネット20奏、佐々木亮介編曲、クラリネットを壊しちゃった変奏曲。クラリネットを壊しちゃったはですね、弊社ではクラリネット独奏とピアノ、そしてこの20奏とピアノ、そしてクラリネット40奏を取り扱いしているんですけれども、どれも演奏会におすすめの作品です。続きまして、クラリネット40奏、ユベルジロー作曲、菱田真也編曲、パリの空の下。シャンソンの名曲がですね、クラリネット40奏でおしゃれに響く作品です。続きまして、グリエール作曲、西内真紀編曲、聖堂の騎士より。もうこの聖堂の騎士、ダントツ人気の作品です。出版以来たくさんの方々にお買い求めいただいております。続きまして、サクソフォン40奏、ドビュッシー作曲、三宅優斗編曲、弦楽四重奏曲より第一楽章。なかなか難易度の高い作品なんですけれども、サクソフォン40奏では毎年上位人気の作品です。続きまして、サクソフォン80奏、ビゼ作曲、前田由美編曲、カルメンコレクション。もうこれは名作です。おなじみカルメンの作品がですね、もうかっこよくきらびやかに奏でられるアレンジの手腕の詰まった作品です。続きまして、木管30奏、岩村優太編曲、わらべ歌。その名の通りですね、誰もが口ずさんだことのある、あんた方どこさ、かごめかごめ、通りあんせ、ついついずっころばしの4曲がアレンジされています。技術的にもあまり難しくなく歌いやすい作品かと思います。続きまして、こちらも木管30奏、岩村優太作曲、パストラーレ。美しくメロディックな作品で、木管の響きを十分に生かした作品となっております。続きまして、木管50奏、チャイコフスキー作曲、吉村和也編曲、花のワルツ。くるみ割り人形の一曲ですね。他にも木管50奏でくるみ割り人形のシリーズ取り扱っております。ホクルはもちろん演奏会に組み合わせて取り入れるのもありだと思います。さてさて、どんどんいきます。金管に移っていきましょう。まずはコルネット独奏、阿部寛作曲、トゥモロードリーム。こちらも大人気です。ソロコンにもおすすめな技術をアピールできる作品です。続きまして、トランペット60奏、アンダーソン作曲、野間裕二編曲、トランペット吹きの休日。こちらも大人気の作品でして、はい、トランペット休日じゃなく、すごく演奏するのは大変なんですけれども、トランペットの皆さんに人気の作品となってます。続きまして、ホルン30奏、田丸和也作曲、A Small Piece for Horn Trio。 この曲すごく可愛らしいんですけれども、構成がしっかりしててですね、なんか本当に交響曲のちっちゃい版みたいな感じで、スモールピースながらに力の詰まった作品となっております。続きまして、ホルン40奏、西内真紀による日本の緑本。ハンドサイズで持ち歩きやすいサッシュとなっております。日本の名曲、そしてオペラの曲も数曲入ったりですね、みんながどこかで聴いたことある作品が詰まった緑本です。こちらも出版後から大人気の商品となっております。続きまして、トロンボーン30奏、ドヴォルザーク作曲、タバシナツミ編曲、ユーモレスク。素朴な作品ですけれども、奥が深い、このユーモレスクがトロンボーンでは一番人気でした。
続きまして、バルチューバ三重奏、モーツァルト作曲、コシーケー編曲、ディベルティメント第4番。このディベルティメント第4番、コシーアレンジはですね、様々な編成の、三重奏で取り扱っているんですけれども、それぞれの編成で人気の、そして優しく取り組みやすい作品ですので、皆さんぜひチェックしてみてください。続きまして、金管ロック重奏、岩村優太作曲、アブラハムの木の下で。このアブラハムの木ってね、樹木だと思うじゃないですか。まさかの雲の名前らしいですよ。はい、続きまして、金管七重奏、金島宗春作曲、ペンタスロン。金管七重奏、なかなか珍しい編成なんですけれども、異国の雰囲気あふれる作品で、演奏して楽しい作品だと思います。続きまして、打楽器四重奏、杉山義孝作曲、前のある風景。こちらも大人気ですね。アンコンの定番曲です。続きまして、打楽器六重奏、こちらも杉山義孝作曲、祈りの祭り。前のある風景でおなじみの杉山さんによる打楽器六重奏です。三重奏版もお取り扱いしております。続きまして、神田八重奏、スザート作曲、岩村優太編曲、スザート組曲より。こちらもね、分かりやすく取り組みやすい作品だと思います。そしてもう一つ、神田八重奏、今年の新譜です。足立忠作曲、小さなバンドのための基礎曲、ジュゲム。課題曲としておなじみのジュゲムがですね、吹奏楽で課題曲バージョンと小編成バージョンを出版したんですけれども、アンサンブルでもですね、木管六重奏プラス打楽器2人のアレンジと、金管六重奏プラス打楽器2人のアレンジで出版いたしました。いろんな組み合わせが可能ですということでですね、足立さんからも伺っておりますので、ぜひぜひこの授業、私もこの課題曲の当時聞いて、おお、この曲すごいなと思った作品なので、今現役で頑張っている皆さんにもぜひ触れていただきたい作品だなと思います。ということでですね、すごく急いで駆け抜けてしまいましたけれども、2019年のアンサンブルはこんな感じでした。2020年もたくさんの新譜を準備してまいりますので、どうぞお楽しみに。2019年もありがとうございました。